ッと見いいと思うけど、本当にいい手法か判断しきれない。助けて。OK です。私だったらここを見ます。こんばんは、元銀行員トレーダーのかなこです。聞いてくださいよ。おととい親戚から急に巨大な段ボールが送られてきて、何と思ったら中に大量の巨大な新玉ねぎが入ってました。これめちゃくちゃ分かりにくいんですけど、一玉が手のひらいっぱいに広げたくらいあって、普通の玉ねぎの 2.5 倍ぐらいあります。まあ、私は新玉大好きなのでめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、なんせ量が多いのでいいレシピがあったら教えてください。ちなみに私は玉ねぎ丸々一つ上から切り込み入れて、バターと醤油を挟んで5分ちょっとぐらいチンするだけの食べ方が昔から大好きで、今回もこれで一旦3つぐらい消費しました。でもこれ本当に美味しいので、新玉買ったら試してみてほしいです。はい、というわけで今日は以前動画で紹介したハイローオーストラリアのみでエントリーすることについてかなり反響がありました。中にはこのやり方で進めようとしてたのに私が危険ですと言ったことで残念に思ってしまっている方もいました。なので今日はこれらの動画の内容に追加して、ハイローだけでトレードするやり方と私のやり方の違いをお伝えすることで、今まで収益を上げられなかった人がちょっと私のやり方に変えるだけで収益を上げられるとともに、これから間違えたトレードを始めてマイナスを作ってしまう瀬戸際だった方を一人でも救えたらなって思っています。ぜひ最後までご覧ください。今画面に表示しているこの画像は前回の動画をご覧いただいて、早速利益につながったよって方からの嬉しい LINE メッセージだったりとか、実際にこの手法を試してみようと思ってましたっていう方からのお礼のメッセージだったりとか、こういった連絡をたくさんいただいたので数名になってしまいましたが載せさせていただきました。 LINE 掲載のご承諾をいただいた方、皆さんありがとうございました。これからやり方を変えてみようという方もいらっしゃいますし、もう少しハイローのみでやってみるという方もいらっしゃいました。もちろんハイローのみでのエントリーが好きで好きでたまらない、もうチャートなんて見たくない、ジンマシンが出るとか、何よりこのやり方で結果も出てるしどんどん資産増えてるよとか、貯金1000万とか2000万円あるよという方はこのやり方を無理に変える必要はないと思います。あくまでも私が一番効率よく資金調達できるのがバイナリーってだけで、資金が増やせるのであればむしろバイナリーじゃなくてもいいと思いますし、どんな手法を使ってもいいと思います。バイナリーで確実に稼ぎたくて、でも正直まだこれからどうエントリーしていくかはっきり決まってないよっていう方は、今日の動画も参考にこの機会に冷静に投資っていうものを考えてみてください。では早速解説していきます。まず前回はこの右側の画面のハイローオーストラリア上で表示されているものは、端から端まで全部含めてみても20分間の値動きしか表示されてないので、左側の XM の MT4 の画面ではほんとたったこれだけ、この部分だけの分析データになるってことをお伝えしました。これだけでトレンドが読めるとは思いませんよねと正直に動画で発言したところ、本当に100名以上の方から共感のメッセージをいただきました。私としても言いたい内容が伝わって嬉しかったです。5分足のローソク足で換算するとたったの4本、15分足や30分足なら1、2本、こんな最小単位のローソク足でエントリーをするなんてことは少なくとも私はあまりに無謀すぎるなって思うので、前回の動画でお話しさせていただきました。例えるならば、目をつぶったままで高速で玉ねぎ薄切りにしろとか、野球のピッチャーが目をつぶってボール投げてストライク入らないよって言ってるのとそこまで変わらないみたいな感じです。とりあえず目開けてって思いませんか？ちょっと大げさな表現ですが、そのくらい本来はありえないってことです。前回の動画を公開した後にそういった連絡が特にないところを見ると、おそらく言いたくはないですがそういうことなんじゃないかなって正直思ってしまいます。少なくとも前回の私の動画をご覧いただいた人の中に、そのやり方で資産を何倍も増やすことができたって人は一人もいなかったのかなって思います。では改めてハイローのみでエントリーをするのと、私のようにいくつもチャートを見るとので、どちらがエントリー根拠が強いか見ていきましょう。これはユーロ円ペア1分足から4時間足までのチャートと、ハイローのユーロ円5分のイエローマウンテンです。これでエントリーをするとして根拠を比べてみたいと思います。前回のようにもしエントリーをするとしてもちょっと負けるの嫌なので、クイックデモ講座を開いてます。ではまず右側のハイローのイエローマウンテンを見てみましょう。これだけで無理くりエントリーしなければならないとしたら、そうだな、
まあ大きく3つの山ができているので、山のてっぺん 150.07 円のあたりから 150.04 円あたりにかけて斜めにラインを引いてみましょう。あとは谷も2つできているので、150円あたりに水平線を引いて、これはサポートラインにしてみましょうか。この手法でチャートとしてできるのはこれだけです。ものすごく細かく見ればまだあるにはあるんですけど、それをやるならまさに細かく見るために存在するローソク足やチャートをなんで使わないのって話。キューピー3分クッキングみたいに用意された材料があるのが分かってるのに、さっきみたいに目つぶってリスク負ってまで玉ねぎ切ってるみたいなもんです。ノーアウト満塁のピンチの時に、ベンチに大谷翔平選手が控えてるのに、わざわざ草野球の選手連れてきて投げてもらうようなもんです。偶然勝つこともあると思いますが、私なら玉ねぎ切るならバチバチに目焼けますし、野球の例えだったら私が監督ならシンプルに大谷選手に投げてほしいと思います。イメージ伝わりますか？そしたら今度は MT4 のチャート、ローソク足を見てみましょう。まずは左上の1分足ですが、これはちょうどハイローチャートと似た形です。高値を斜めに結んだラインと底値を水平に結んだラインが引けます。ただ私の動画を見てくださってる方は、これだけではどっちにエントリーすればいいかわからないことは理解してもらえると思います。じゃあ根拠を強めるためにその下5分足チャートを見てみましょう。1分足やハイローチャートと違って明らかに上昇トレンドですね。はい、この時点でエントリー根拠が崩れちゃいました。下降トレンドなの？上昇トレンドなの？って話です。5分足だけ見たら、私なら順張りを視野に、例えば CCI とか RSI なんかを使って買われすぎてないかなって確認したり、もっとチャートを大きく広げて今がこの数日の最高値になってないかを確認したりするかなって思います。では真ん中のこの部分、15分足を見てみましょう。このチャートからはこの2時間で150円から150.5円を1往復したことがわかります。150円がサポートラインになっているため、ここからまた上昇するかなって見ることも可能です。その下の30分足、これははっきりとした値動きが見えないので、チャートを広げたりユーフォリアのような移動平均線ツールを使って今後の値動きを予想したりして根拠を追加しますね。また坂田五宝の目線で見ると、直近に大きめな黒三平が出ているため、1本調整が入って次々足で下落するかもっていう風に見れる可能性もあります。右上の1時間足もこれだけだといまいち次の動きが予想できないです。ただローソク足単体で見ると、今の足の1本前の足が直近で非常に大きな陰線なので、ここから下落トレンドが始まる可能性にも気をつけようなんて判断も可能ですよね。最後、右下の4時間足、これはこの4日間のサポートラインが149円後半あたりに引けるという根拠がはっきり見えますね。例えば5分足でエントリーする際に、今日中に149円後半から150円を叩いて上昇トレンドができてきたら、今日は順張りで追いかける日にしようとか、迷ったら順張りで攻めようとか、逆張りサインは今日は使わないでみようとか、大まかな作戦を立てるのにも使えるかもしれません。はい、まずここまででいかがでしたか？ハイローチャートだけでエントリーするのと、チャートローソク足を見ること、どちらがいいとあなたは思いましたか？もし今回の動画を見て、今こんな手法を試してみようと思ってるんだけどちょっと不安だなっていう方とか、教えてほしいことがあるっていう方は、気軽に LINE にメッセージをいただけたらとっても嬉しいです。また私は最近、今まで知り合いのトレーダーさんだったりとか、私が実際に作ったインジケーターなどを無料でプレゼントしてきていますが、たくさんの方々とメッセージのやり取りをする中で、このインジケーターの集大成みたいなものを作るために日々を勉強しています。この超高勝率インジケーターを皆さんに発表できるのはまだもう少し先になってしまいそうなのですが、もしこのインジについて最速で情報が欲しいという方は、私の公式 LINE の方にかなこの新作とメッセージをください。リンクは概要欄の方に置いておきます。さらに私の LINE に新規でご登録いただいた方全員には、かなこ鉄板インジケーター3点セットを無料でプレゼントさせていただいています。今後もあなたが資産構築を進めていくサポートを私なりにさせていただきますので、私の YouTube チャンネルのご登録、公式 LINE へのご登録、ベルマークのクリックやコメントでの応援メッセージなどいただけたらとっても嬉しいです。次回の動画も楽しみにしていてくださいね。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。